皆様ごきげんよう。占い館ルーチェ代表の沙織です。本日は2022年5月26日なんですが、一粒万倍日と、大安の重なった開運日になっております。そこで私本日は、関東の出雲さんと呼ばれる、神奈川県秦野市にある出雲大社の相模文殊を訪れています。こちらもう縁結びということで、ご利益が有名な神社なんですけれども、縁結びっていうとね、どうしても恋愛とか男女のご縁っていうねイメージを持たれる方もいらっしゃるんですけれど、男女のご縁だけではなく、お金のご縁、人間関係のご縁、お仕事のご縁、あらゆるご縁をつないでくださるというね、ご利益のある神社になっています。まだね境内にも参拝の方が少ない状態ですので、マスクをねなるべくしない状態で、このね、状況などを、映せたらいいなと思っています。場合によってはねマスクをする可能性もありますのでご理解ください。それでは一緒に、神社を、参拝していきたいなと思います。それではここから境内の方を少しね、近づいてみようと思っています。まずここですね、竹でできた、鳥居がありますので、一応ですね通るときにこちらでご挨拶をね、一礼してから入りたいと思います。そして何かねビニールで覆われているねものがあるんですけれど、これちょっとね日によっては手相鑑定がここできるようで、はいね、私ね、ちょっと前に来た時はなかったんですけれど、こんな感じですね、手相鑑定やってるようですね。はい、前に来た時訪れた時はねなかったんですけれど、でこちら鳥居になっておりますがね、現在ねちょっとお庭の整備を神社のねしているようですね。はい、ここで一旦ちょっと画面ストップさせていただきます。そしてこちらが手水屋、手水社とも言いますね。はい、ちょっとね近づいてみようと思うんですけれど、こちらはね龍の、ね友人のね、口からお水が出ていて、で今の時期ね綺麗ですね、花手水ね、こんな感じで、お花がね浮かべられていて大変綺麗だなっていう感じです。そしてこちらが本殿になります。ここでこれから参拝をするんですが、通常の神社の参拝とは違って出雲大社では、二拝四拍手というね、お参りの仕方になっております。通常の神社とはお参りの仕方が違うので、お作法が違うのでご注意ください。そしてこの後ろにある、三社なんですけれども、ね、こちらの、向かって左側から天つかむ社、天神社とも言いますね、そしてつくしの社、そしてこちら右側が払いの社となっております。こちらも合わせて参拝することをお勧めいたします。そしてこの裏手にあるのが千年の森というね場所になります。こちらに龍神水というね若返りのお水がありますので、そちらをねいただきに行きたいと思います。ではここから中に入ってまいりますよ。失礼します。こちらにも、大黒天様と恵比寿様がいるので、お参りをね、されることをお勧めします。一旦ねちょっとカメラ止めてお参りしたいと思います。
それでは奥に進んでいきたいと思います。このようなね、森になっていて、すごくね、ちょっとね、薄暗いですけれど、すがすがしくね、いいエネルギーが流れております。マイナスイオンもいっぱいです。そしてこの奥にね、龍神水と呼ばれる、若返りのお水がねあるので、そこでね、お水をいただいていきますね。はい、こちらですね、見えますでしょうか。ここで、お水をいただいていきます。そして、奥にね、こちらね、花野の名水ってやっぱり書いてありますね。こんな感じでね、名水百選ね、美味しさ部門全国一位ね。お水取りをねされたい方はね、ペットボトルもあるみたいなんですけれど、まだね社務所空いてませんので、私はね持参したペットボトルに入れていきたいと思います。でここでね、またお参りをしていきたいと思いますので、一旦カメラストップします。それではお水をねいただいていきたいと思います。そして、出雲大社さんで最後に、おみくじを引いてきました。こんなね、可愛らしい、ちょっとね見えますか、お花のね、模様のね、おみくじなんですけれど、これね、開いていきます。中に、こんなね可愛い、鈴が入っているんですね。こんな感じです。そして、開くと可愛いね、千代紙みたいにね、こんな可愛い千代紙になっているんですけれど、見えますか、大吉。ね、私ね、いつもね、大吉をね、引く率が、かなりね、引きが強いんですけれど、今回も大吉の、ね、引いてますね。なんて書いてあるかな、読んでみます。全体的なこと、何もかもうまくことが運びます。初挑戦のことも失敗を恐れず取り組めばスムーズに結果を出すことができます。日々心を清らかに保てばさらに良い結果が出るでしょうね。そして、願望、望むことは何でも叶うでしょう。恋愛運、相手を思う心がさらに運気をアップさせてくれます。商売運、欲を出さずに働きましょう。そして旅行運、少人数の旅行であれば良い。健康運、至って健康。そして、重複アイテムは電卓。そして、ラッキーカラー、ね、重複カラーは黄色ということでした。ね、このように見えますかね。ちょっとね、文字。ちょっと画像だと分かりづらいですかね、動画だとね、今ねこのような状況なので、はいね、これは大切に自宅に持って帰って、ちょっと手帳などにね挟んでおきたいなと思っていますね。こういう可愛いねおみくじも置いてあります。よろしければね、また社務所の方とかでね、ちょっとね引いていただいたりとかするとよろしいかと思います。以上が出雲大社相模分祠の参拝の模様となります。とてもすがすがしいいいエネルギーの流れている神社になっております。人のご縁だけではなく、お金やお仕事のご縁もつないでくれる素敵な神社ですので、機会があればぜひ訪れてみてくださいね。それでは本日はこちらで失礼させていただきます。よろしければまたチャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。それではごきげんよう。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。